メッツのエドゥアルド・エスコバーを、エンゼルスがトレードで獲得。エンゼルスは、マイナーのクロウとマルソーを放出、プラス金銭。今シーズンは2割3分6厘、4本塁打、16打点。基本的にサードを守るユーティリティプレイヤー。昨年は20ホームラン、一昨年は28ホームランを放っている内野手。エスコバーマジ、エンゼルスやるじゃん。今年が勝負ってことやな。助けになってくれることを期待。マジか、今年のエンゼルスあまりにもガチやん。エンゼルスは主力選手の負傷が多いから、補強はやむなしやな。レンドン、うるせら怪我出しそうなるわな。それにしてもレンドンは怪我多すぎやろ。これはいい補強、あとリリーフ1、2枚欲しいな。まあアシェラ今季絶望で、レンドンはいつものやつやしな。相変わらずこのチーム容赦なく投手は選別して、捨てるな。こら投手王国になりますわ。35歳とはいえ、一応去年20本打ってるのか。緩い雰囲気で、プレーがいい方向に一変してくれないやろか。エンゼルスは大谷がいる今年しかチャンスないからな。そりゃ動きますわ。今のところまだチャンスあるしな。エンゼルスが放出した投手は、プロスペで20位だし、普通に頭角現しそう。パドロが使えそうにないしな。内野は補強戦と。投手の層薄いチームが、さらに投手プロスペクトを薄くするから面白いわ。普通出ししぶるバランス感覚だけど、エンゼルスにはそんなのないか。プロスペクトどんどん出してるのやばいな。将来のビジョンが全く見えない。安かったんやろ。控えの選手らがエスコバー以下やからしゃあないが、クロウはちょっともったいない気がする。よくやったミナシアン。